回の Be Happy は、この4月1日にオープンした青少年プラザ Be ラボのオープニングフェスティバルにお邪魔したいと思います。 Be ラボ全館文化祭ということで、とても楽しそうですよね。それでは行ってみましょう。教育センターに併設された区内初の中高生向け施設 Be ラボ、オープンから1ヶ月を過ぎた5月5日6日、開館を記念してオープニングフェスティバルが開催されました。今回催されるイベントの立案運営には中高生スタッフも関わっているということなので、そのあたりにも注目したいですね。エントランスでは Be ラボで日々行われている活動の紹介、自習応援プログラム学び場と英会話学び場の体験イベントも行われました。勉強の悩み相談や国際経験のあるスタッフが自身の体験談を話すコーナーもあったんですよ。こちらのプレイヤードでは、プロバスケットボール選手によるバスケクリニックが行われています。最初に来ました、クロスオーバーしました、レックスレーしました、でビハインドテイクで前、プロから直接指導を受けることができるバスケクリニック、シュートのコツやドリブルのテクニックなどを分かりやすく伝授してくれました。持っていた、逃げちゃって、そう中高生の皆さんには貴重な経験になりましたね。軽運動室で行われていたのは卓球祭り。試合形式で熱くなるもよし、楽しく気軽にラリーを続けるもよし、卓球好きな仲間が集まりました。こちらのスタジオでは中高生によるライブが開かれています。施設スタジオでいつも練習をしている皆さんが練習の成果を披露していました。今日はみんなの前で発表してどうでした？楽しかったこちら練習でもいつも使っているんでしょうか？はい、そうです。中高生のためっていうこともあって、やっぱあの僕らのニーズじゃないですけど、そういうものにすごい沿ってくれててすごいいいと思います。そしてホールの特設ステージでは高校生バンドによるライブも行われていました。盛り上がっていますね。こちらの多目的スペースは、みんなが料理をしたり手工芸などができる場所。今回は餃子の皮を使ったピザや焼きおにぎりが振る舞われていました。手作りのおやつ美味しそうですね。うん、まっ。中高生談話スペースでは、作る人伝える人をテーマにした様々なワークショップも行われました。デザイナー、モデル、メディア業界などから多彩なゲストを迎えました。実は私たちクミンチャンネルの仲間、丸山ゆりさんもワークショップを行っているんです。オンエアまであとわずかです。早速取材に行ってインタビューを取ってきてください。好きなこととかものとかありますか？バッセンレグリ。今日は新人アナウンサーの松本さんが中高生を取材してくれました。松本さん、伝えてください。はい、私が取材したのは古川さんです。古川さんは写真撮影が好きな人です。両方聞き出したのすごいなと思いました。 Be ラボをよく利用している中高生の皆さんにお話を伺いました。皆さん今何してるんですか？勉強、テスト前の勉強。偉い。
よく来るんですか？結構来るね。来てるね、スタジオ使いにとバンドやってるんで。バンドやってるんで。実際利用してみてどうですか？すごい使いやすいし、すごい、すごい、なんだろう、高校生にもすごい優しい、便利だよね、便利、すごい便利。他の学校の人とかとも仲良くなれたりとか、学年超えて結構喋ったりとかもできて、交流が広がるよね。皆さん普段から B ラボで充実した時間を過ごしているようですね。で、まあ、僕なりにですね、B ラボあるいは今回のオープニングフェスティバルでは中高生の保護者に向けたイベントも開かれていました。保護者としてお母さんとしてお父さんとして教育に関わっておられる方もいらっしゃると思いますし、もちろん、はい、僕が今回紹介するのは浪速雑貨店の奇跡と言います。これ奇跡の奇跡の字が漢字が違うんですけど、普通通称書く場合はこれ別ですね。奇跡、こちらは本を読むことが大好きな仲間が集まり、おすすめの本を紹介し合うビブリオバトル。読んだ本の良いところや自分の励みになったところなどを熱く語り合いました。できるかなと考えるようになります。ボロボロの現状を見てて、じゃあ今日本どう思うって聞かれた時に、今僕が言えるのは日本は大丈夫だっていうことだっていうのとか、そういう結構前向きな話が結構出てくるんで、そういう人はやっぱりドラマで見るだけじゃなくて、もうその文庫で読んで見ようという感じで。ありがとうございました。そしてオープニングフェスティバルの最後を飾るのは中高生による5分間プレゼンテーション。将来についての話や体験談、自分が今考えていることなどを思い思いに主張しました。どう救いたいみたいな、まあ、そういうのってすごいかっこいいかなと思ったんですよ。就職活動の一環としてインターンシップっていう職業体験に行ってきました。私が行った企業はおもちゃの花形を制作しているところでして、でもその体質をプラスにとっているんですね。人のいいところ悪いところを見て、自分が自分を客観的に見ることができます。なんで、まあ、結構ある程度な。こうして2日間にわたる B ラボオープニングフェスティバルは盛況のうちに幕を閉じました。そうですね、確かにいろんな方が来てくださったしですし、このゲストの方やもうその出演した人もうみんな楽しんでたので、とてもいいイベントになったと思っています。これからこの B ラボを盛り上げていく上でスタッフがまたもっと必要だと思うんですけれども、はい、どうですか？この B ラボを大きくするためにも、その何でしょうね、そのそういうことに興味を持っていろんなことをしてくれる仲間がもっと必要だなということを今回も実感しました。振り返ってみていかがですか？そうですね、ちょっと盛り上がりがすごいなと思って、ちょっとテンションも自分も上がっちゃいましたね。それはいいこと。まあでもみんなでなんとか協力して今を成し得ることができたのでよかったなって思います。スタッフさん見ててもそれぞれに個性があるなっていう印象なんですけれども、はい、その辺はどうでした？やっぱみんな好きで来てるので、絶対にサボったりもしないし、みんなで積極的にやってるので、そういうところがやっぱビラボ素敵だなって思いました。